ゴリくん。どうしたの？なんかあった？僕、病気にかかった。え、何の病気？これは、恋の病。少女漫画か。恋しちゃったんだ。多分、気づいてないでしょ。いや、中の人出てきちゃってるよ。誰に恋したの？秘密。うん、なんか見えてるわ。あの子ね。え、ゴリくん、なんでわかるの？占い師？いや、見えてるから。じゃあ、恋したんだったら思い切って告白してみなよ。わかった。決断早。行ってくる。影で見守ってるね。こんにちは。コミュ障の最終形態か。あ、こんにちは。今日も可愛いね。LINE やってる。これナンパや。ありがとう。今日は伝えたいことがあって来ました。何、どうしたの？よし、頑張れ。初めて出会った時からあなたの胸がでかかったです。うん、緊張しすぎて日本語おかしくなってるね。ファミチキくらい好きなので僕と付き合ってあげる。ボケのオンパレードや。いいよ、その代わり首輪つけて私の言うこと全部聞いて一歩も外に出ないで友達と連絡取らないでね。あと毎月500万ちょうだい。よし、逃げよっか。